24時間テレビ。10年に一度の酷暑でもチャリティーマラソン決行に批判噴出。何人か犠牲にならないと改めないのか、がネットで話題。内容はこちら。24時間テレビのチャリティーマラソン決行に批判が噴出しているようです。では、記事の一部を引用しご紹介いたします。8月31日から9月1日にかけて放送が予定されている24時間テレビ47。7月16日に制作発表記者会見が行われ、全国の児童養護施設に募金マラソンのチャリティーランナーにお笑い芸人やす子25が務めることが発表された。テレビ局関係者は言う。やす子さんが何キロ走るかはまだ発表されていませんが、元自衛官とあって長距離マラソンを完走する体力は期待できるでしょう。また、好感度の高いやす子さんを起用することで、番組イメージを回復する狙いもあるのかもしれません。しかし、気候変動によって年々暑さが厳しくなっており、どれだけ体力に自信がある人でも健康リスクが高いのは一目瞭然。番組の伝統を守ることも大切かもしれませんが、世間との感覚のズレが顕著になりつつあるのではないでしょうか。実際にネットニュースのコメント欄でも、真夏に誰かを走らせるなんてもうやめればいいのに、炎天下での24時間マラソンとか、やっぱり人が何人か犠牲にならないと改めないのか、などと真夏のチャリティーマラソンに否定的な声が相次いでいる。日テレは人の命を何だと思っているのでしょうか。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。マラソン以前にあれだけのことがありながら今年も番組強行するとかどうかしとるわら。車で移動するから問題なし。カメラに映る時だけ走るふりする仕事。言うてカメラ向いてる時だけ走って、あとロケバスで移動する作業がそんなに辛いか。カメラ回ってる時だけ走っても危険なレベル。やす子ちゃん完全に利用されてるよ。泥棒の片棒を担ぐ感じ。やす子、大丈夫かいな。やす子断っていいんやで。マラソンの裏でやることは募金を横領なのにな。やす子さんもこんな仕事を受けなければいいのに。次はこちら。誰のための何のためのマラソンなのか。どうして日テレは世の中の空気をこんなにも読めないのか。チャリティーマラソンの意味がわからない。走ることが何につながるんだ。この酷暑でマラソンはさすがに命の危機になりますよね。犠牲になっても無理やり美談にして続行しそう。番組プロデューサーが走った方がある意味効果的じゃない。近年やらかした日テレ関係者全員で番組開始から番組終了まで不眠不休で走らせた方がいいんじゃね。中抜きマラソンなんかしなくていいです。確かに日テレ関係者を不眠不休で走らせた方が良さそうですね。次はこちら。お金を集めることより人の健康を守ることや人の命を守ることの方が大事ですよね。この曲にとったら広告収入はウハウハのドル箱なんやろな。横領し放題の小銭が集まらないと困るだろ。24時間テレビチャリティーって建前で日テレを救う。ひどい。懲りずにまた寄付金をギャンブルに注ぎ込むつもりですね。涙。金は日テレ幹部の懐を救う、に解明すればいいのに。この番組の目的が重要。結論、日テレの収益のため。もう何十年もこの番組やってるけど、一回も愛で地球は救えてない。金ばっかり取ってる。詐欺だろこれ。24時間テレビは、もはや金の匂いしかしなくなりましたよ。最後はこちら。すべてに反省のないテレビ局。人が犠牲になっても改まりません。原作者亡くなっても改めない奴らが、人が犠牲になっても改めないよ。この曲は何も変わらんね。終わってる。クレームはスポンサーに入れよう。それが奴らには一番効く。そして番組は絶対に見ない。あれ見て感動する人、まだいるの。見る奴がいるからやるんだろ。そもそも見るのよわら。今年の24時間テレビ、スポンサーに恐ろしいほどのクレームが入るでしょうね。
論。これだけ多くの人が24時間テレビに批判の声を上げているのにもかかわらず、たとえ何があろうとお金のために意地でも24時間テレビを開催する日テレ、本当に異常だと思います。そもそも24時間テレビ寄付金着服事件や、セクシー田中さん原作改編による原作者自死事件、大谷翔平豪邸報道事件を引き起こしても当たり前のように24時間テレビを開催しているのですからね。批判の声が起きないわけがありません。とにかく今年の24時間テレビのスポンサーには恐ろしい量のクレームが入ることだけは日テレ側も覚悟しておいた方がいいと思います。大体がこんな状況で24時間テレビを開催すること自体が間違っているのですから。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。